ゆるか。るかサワディーカーパクラオゆるか。最初は僕が一人で音楽を25歳の時に始めたんですけど、その時僕はまだギターを弾くことができなかったので、その時ちょっとだけギターを弾くことができたタツキにちょっと一緒にやってくれないかっていうことを話したのが一番最初のきっかけで、はい、ゆるは始まりました、はい、2010年です。こんな未来を夢見てた、どんな自分を描いてた。メインはそうです。そう、はい、でも2人とも両方します。แต่ว่าถ้าเกิดว่าแบ่งงานกันเป็นเมนอย่างเงี้ยก็จะเป็นตัวทางเขาจะเขาจะรับผิดชอบในตัวของทำนองมากกว่าเรียบเรียงเมโลดี้ส่วนตัวพี่ยุกิเนี่ยเขาจะดูในเรื่องของเนื้อร้องเป็นคนแต่งเนื้อร้องทั้งหมดジャンルね Pop Rock ゴミ全部一緒ぐらいかな。バラード、ポップス、ロック。言葉ばかりで説教されても反論はない。あ、今、うんうん、今6種類、まあ、でもソールドアウトした分も入れると全部で10枚以上は出してますね。わからない、ただなぜかいてもたっても止められない。ロンプルパサータイダイムさん、サンピティレオ、ファクラオ、ファン、ドントリーエジア、チェン、プラデタイ、ベトナム、インドネシア、フィリピン。で、ファクラキッドは、ドントリータイ、ディーティース、ヤカバープラン、タイ。で、ファクラオ、アプロン、ティーユーチューブ、クランレ、タチアメカ。最初にいい曲だなと思ったのは、コクテル、ワンコクテル、チュープレーン、シャーマンで、まあ、カクテルだけじゃないけど、タイのミュージシャンのミュージックビデオはストーリーがある曲がすごく多かったので、うん、僕たちはストーリーを一番大切に音楽をそれまで作ってきてたので、そこが一番興味を惹かれた一番のきっかけでした。แต่พวกเราชอบเริ่มสาธิตนั่งด้วยครับก็ดีใจมาก同じですね。ドワイ最初すごく驚きましたけど本当に嬉しかったです。でも、そうですね。でもやり最初にカクテルのチャーマンを歌った時からしばらくは歌っていくつもりだったので、別に聞いてもらえなくても、とにかくトライはし続けたかったので、そう、まあでも、人気になっ、そうですね、まあ、たくさん聞いてもらえてより一層やりたいとは思いました。はい、別れてくれるのをじっと待ってるの言ってけない。あ、でもそれはそのやっぱり友達とかファンの方とかが増えていく中で話をすることができないのがすごく自分たちで寂しくて、でそのみんなを頑張って日本語を話そうとしてくれたりする中で、もうこれはこの人たちと喋りたいっていうのが一番の気持ちでタイ語の勉強を始めました。
ชอบอะไรที่สุดชอบที่สุดอะไรไทยの一番何が好きか一番でも人ですかねそうですね아한타이거ชอบ네네고아가트론거파크로ชอบมากกว่าอากาศหนาวนะครับแล้วก็มาเที่ยวก็ชอบでもあのなんか日本でも例えばいろんなところで大阪とか東京とか名古屋とかで活動してきたんですけどそれは別に東京という場所タイという場所が好きっていうよりかはそこにいてくれる人たちがいるから行きたいと思う場所っていうのは本当に一番でなのでこうそれこそこう、タイというあの形が好きとかさなんかそういうことじゃなくてもちろん料理とかも旅行とかも好きだけど、タイに聞いてくれる人がいるから僕たちはここで歌いたいというかここに来たいという気持ちが一番です開けるラブラブラブのアテンションドキドキ聞こえちゃいそうだよでも一応日本でもいろんなチャレンジをしていて、あの今回のカップラーメンソングとか、あの日本の声優さんと古川敏夫さんという方とコラボさせていただいたり、まあ、でも僕たちはやっぱりどうしてもこう自分たちの音楽を聴いてもらいたくてやってるので、今タイにたくさん聴いてくださる方がいて、だからタイでの活動が多くなってるっていうのはまあそうですねその通りだと思います。彼も他にやるべきことがあるから。僕が一番感じたのは、あのタイのミュージシャンの方たちはすごく、なんというのかな、例えばメッセージを返してくれたりとか、あのくれたりくれるとか、あとは直接会った時にこうなんていうのかな、こう話をしてくれたりとか、距離がすごく近いなというのを感じました。なんかタイのミュージシャンの方たちを好きにならせてくれたのはそれも一つの理由だと思います。まあ、でも日本のミュージシャンも別にあのまあなんかこう事務所が決めてるとかなので別にそれが悪いとは思ってないんですけど、僕たちはそれはすごくあの好きでした。好感頑張ってました。今もカバーを続けてるのはそれも一つの理由でしたから、なんか日本の人が知ってくれたらなと思ってるので、きっかけに、そうそう、もちろん自分たちのためもね、もちろん自分たちのことも知ってほしくてやってますけどね。でものんちゃん、あの最初からもちろんカバーしたいと思ったけど、あの、聞いてもらいたいという気持ちもありました、ちゃんと、聞いてくれるのかなみたいな感じ。ソリカップผมยูกิคนไทยที่เกิดในครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่คุณอีบุญเองครับเอาล่ะวันนี้ผมจะไปขึ้นสวรรค์กับข้าวผัดกับเราฟีมือตัวเองครั้งแรกเลยนำโคกสุดซาやっぱりカバーをただ歌を歌っているだけではこうその曲を聴いてもらうことも、まあ、どっちも僕たちは自分たちが楽しくてやってるのも一番すごく大きくあるので、自分たちのことも知ってもらって曲も聴いてもらってっていうことを今までは曲だけをやってきてたんですけど、まあ、それをこうもっとたくさんの人にあの届けていきたいし、日本のことをタイの人に知ってもらって、タイのことを日本の人に知ってもらって、僕たちは本当に日本のことが好きなタイの人とかタイに興味のある日本の人とかがもっと楽しめるようなあの環境を作っていきたいから、そのためにももっとたくさんの人に知ってもらいたいっていう気持ちで始めました。フレイ選手の涙かっこいいな、ありがとうって、明日こそは変わるかな、起きたら全部忘れてる。で最初はタイ語が分からなかったので違うかどうかは分からなかったんですけど、やっぱり僕たちそんなにこうワイワイする激しいタイプのじゃないから、ファンの人は日本の人もタイの子もおとなしい子が多いなと思ってます。なんかおとなしいという表現はちょっと難しいんですけど、なんか似てる人たちが多い気はします。自分たちと、あ、自分たち、それは日本もタイも一緒かなと。みんなあんまりこうイエーイっていう感じではない。レイはこの時代に求めるものを本当に不意で인간마인여여인인간인간뭐뭔가たくさん笑う人がいいですよ。
俺も全く同じこと言おうとしてたから同じいつもニコニコしてる人が可愛くてさ、うん、ワンガンかフロアパクロピーノンかいいにも俺エルはない誹謗中傷だマミかあ 今までの話じゃなくてそう今までの話ですよねあこれからもこれからも結婚したい気持ちはああまちゃまちゃいつかはいつかは、うんうん、僕はそれもよくわかんないですね今はみんながなんか そこにこう僕たちはすごく優しさを感じました、うん、日本僕たちは、まあ、正直あんまり遅刻はしないけどなんか気持ちがすごくこう楽な気持ちにしてくれるそれは一つの例ね一つの単なる例で、うん、なんかその感じがなんかタイの人に僕たちが一番感じるところですねこういいよさばいばいだ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 いっていう感じ、うん、なんかその感じが可是不能离婚，可是没来，没来。哒啦哒，哦得得。烤满盖卡，烤满盖 ，chop this， 烤那木饼就 chop。帕奇啊，帕奇 ，my chop，my chop， 面面卡。ไม่ ไม่ไม่พอนิดหน่อยได้แต่อาหารไทยผักชีเยอะครั้งแรกตกใจมากผัดไทยครับมาแต่เผ็ดมากไม่อร่อยครับอริอริโน่อร่อยครับอร่อยมูสเซ่ก็ต่ำมูสเดนิ่งไม่คงต์เนี่ยครับพักเราไม่มีวันหยุดครับเพราะว่าเจนตัดตัววิดีโอ cover plan ไทยทั้งหมดสนุกนะครับไม่อยากได้วันหยุดครับประมาณ7ชั่วโมงครับもう同じですね同じなんかもうずっとやってますね夜のことをずっとやってますね、うん、10年後も続けていこうと思ってます続けたいと思ってます、うん、僕は音楽は絶対やってると思うんですけど正直あんまり未来のことはそこまで考えてなくてこう今やりたいこととかこうそれこそ聞いてほしい人に向けてとかもう今一番楽しいことと楽しんでもらえる人にやっていきたいっていうのが思ってるんで10年後は正直全くまだわからないですでも音楽はしていたいなと思います、はい、まあ僕たちはまあ今まで日本でも活動をずっとしてきてで3年前タイの音楽に出会ってでたくさんの方が聴いてくれることが、まあ、すごく嬉しく思ってますで、まあ、その時にもっと音楽のことをタイのみんなに好きにならせてもらえたので僕たちが音楽でできることをこれからもタイの人に向けても日本の人に向けても全力で頑張っていきたいと思っているので、うん、一緒に楽しんでもらえると嬉しく思います、うんก็ผมเรียนภาษาไทยพยายามครับจะพยายามเรียนภาษาไทยจะพยายามเรียนภาษาไทยจะพยายามเรียนภาษาไทยครับก็แล้วก็ผมอยากพูดภาษาไทยครับอยากพูดภาษาไทยกับทุกคนใช่ไหมครับครับครับเพราะว่าสนุกด้วยกันนะครับผมก็คิดเหมือนกันตัดสกีนะครับแล้วก็ฟากโรจะพยายามมาที่ประเทศไทยบ่อยๆนะครับก็ฟากโรมีความฝันครับอยากจะแสดง T
ที่ Impact Arena มาตรงตอนนี้นะครับแต่ตอนนี้พวกเรายังไม่มี power ครับแล้วก็ผมคิดว่าคนที่ฟอลโล่ก็มีครับยูรูอยากจะแสดงมาตรงตอนนี้Impact Arena ไม่ได้ก็มีแต่ไม่ยอมแพ้แล้วก็พวกเราจะแสดงที่อิมแพคอารีนาแน่นอนครับก็ทุกคนก็มีความฝันใช่ไหมครับก็พวกเราจะพยายามอีกนะครับพูดภาษาเรียนภาษาไทยก็พยายามก็จะแสดงก็ดนตรีก็พยายามครับแล้วก็ทุกคนก็สุสานก็พยายามด้วยกันนะครับにかけてた本を閉じて振り返れば二つの影君のくれた夢をずっと今も探し続けてるよ不器用すぎる僕描いてたみたいには理想通りじゃないけれど失って失って立ち上がって僕まで来たんだこの手を伸ばしたらきっと触れ合うその日が来る想いは時を超えてく信じればずっと変わらぬままこの瞳光抱いて